石田書道教室石田です。私が習字を始めたのは小学校2年生の時でした。まだ習字も何も分からずに親に手を引っ張ってもらって地元の習字の先生に習いに行ったっていう記憶があります。それが今のここの教室です。当時、小学校、中学校、高校とずっと習字だけはやめずに来たんですけども、高校卒業して、一度人生につまずいてしまって2年間浪人をしてました。そんな時に、私が習ってた先生が亡くなられて、さあ次はどうするってことで、そこのお家の方々とも相談しまして、先生のお家の方々とも相談しまして、それで、じゃあ私の方で今回思い切って引き継がせていただこうということで、滋賀県の学校に行ってまいりました。でそれで卒業したのが昭和63年3月です。で卒業と同時に、ここの教室で習字を教えることになり、今現在33年になります。指導上で特に気にかけて自分自身で、指導させていただいている本質は、自分自身が先生にここどうしたらいいのとかなかなかこう聞ける生徒ではなかったの でなるべく先生生徒の垣根を取っ払って、私自身が子どもたちの心にこう入っていくみたいな感じで、指導させていただいてます。だから、静かになる時もありますけれども、比較的、文字を使って遊んだり、してガヤガヤしている時もあります。林さんの人柄が現れてる、すごくいい字だと思います。空間の取り方もいいし、感情が、穏やかな感情が出てて非常にいい字と思います。これからも頑張りましょう。頑張りましょう。実は結婚したのも習字が縁でして、今夫婦それから息子と一緒に書道教室やっております。幼稚園に先生が、習字遊びという形で幼稚園に教えに来ていただいてまして、そこで、娘も年長さんの時に、書道に触れる機会があって、あとは娘がちょっと左利きなところもあって、ちょっと、字を書くことに、他の子よりは大変な部分があったので、ちょっと早めに入れようということで年長さんから、こちらの書道教室にお世話になって4年目ですね。左利きの子なので、右利きの子に比べたらやっぱり、彼女なりにはちょっと大変なところはあるのかなっていうのは、今でもじゃあれですか、生活はまだ左？もうほとんど左です。ボール投げのとか。全部左です。でもね、書道だけね。そうですね、書道はもう、右のものっていう、右で書くものっていうことなので、それはもう必ず右でということで、同じ学校のお友達もたくさん来てらっしゃいますし、幼稚園で一緒だった他の学校に進学したい。お友達とかでもここで会ったりとかして、とても楽しい時間を過ごしてるんじゃないかなと思ってます。石田書道教室、石田敏子です。子供の頃は習ったことがなくて、ただ実家のところにあった習字の本がたくさんあって、それを見ているのが好きな子供でした。
で、なんか知らないんですけど炭の匂いも大好きで、うん、知らず知らずに虜にはなっていたんですけど、習いたい気持ちはあってもう習えずにずっと大人になっちゃいました。で、ある日本習字のその学園があって、そこに入って学べるっていう機会を得たので、これはチャンスと思いまして、習いに行ったのが書の始まりです。で、うん、見ること聞くことがみんな初めてだったので、学びたいという気持ちと書きたいという気持ちが一気に爆発して、それで上達していったんだと思います。で、今習字教室に来ているお子さんたちも、親御さんから行きなさいではなくて、自分から上手になりたいと思えば二十歳過ぎて習っても必ず上手になります。これがその見本です。このぐらい書けるようになりますので、どうぞ気持ちを上手になりたいと思って書いてください。いつかできます。今はできてないけどいつかできるんです。そのために親子3人で頑張って皆さんを指導しています。書けない子も書ける子もみんな楽しく頑張りましょう。子どもたちは、今の時代だとやはり、パソコン、タブレットとか SNS とかいろいろとこうあまり文字をこう実際に手書きしなくなった時代になってきてると思うので、そこで逆にこの手書きの良さっていうものを伝えていけたらいいと思うし、また私どもの師匠には、文字の乱れが心の乱れにつながるっていうことで、まず文字を正しくしよう、そして、お願いします、ありがとうございますといった、礼儀作法もしっかり教えていこうということで、指導に当たらせていただいております。子どもたちがわーやったとか嬉しいとかいったそういうような笑顔を見ると非常にやりがいがある、と感じております。石田書道教室の石田大和です。はい、僕はずっと両親の背中を見て育ちました。教える姿、かっこよく教える姿に憧れて、この僕も、主人先生になりました。今はまだ両親のレベルにまで追いついてないんですけど、いつかは追いつけるように、そして追い越せるように頑張りたいと思います。今回は、このような大きな字、この大きな筆を使って、パフォーマンスさせていただきます。当日頑張りますのでよろしくお願いします。ガッターは明日の星を応援しています。ヤマト頑張れ。石田書道教室は明日の星を応援しています。おー、絵の行政書士事務所は明日の星を応援しています。